たった今、貨物列車が到着しました。これからコンテナの積み下ろし作業が始まります。日本貨物鉄道金沢支店は、北陸3県を中心に貨物の輸送を行っています。今日は秋田から金沢経由で大阪へと向かう貨物列車の到着に合わせて、コンテナの荷下ろしや積み込みが公開されました。金沢貨物ターミナル駅では、昨年度10万トンの貨物を取り扱ったということです。石川県はですね、結構到着の荷物が多いというところがございます。そういった、県の特性みたいなところもですね、しっかりと捉えて、これから県民の皆様の生活に、直結する荷物も含めて、安定輸送を続けていきたいと。日本貨物鉄道金沢支店では、今後駅の一般公開も検討したいということです。